西川ちゃんのおすめ。最近お気に入りの曲をかける、そんなちょっとしたバーのマスターみたいな、ね。DJ 気取りですよ。<laughs> さあ、今日は誰をご紹介しましょうかということなんですけれども、えーと、先日ありました稲妻ロックフェスティバルで頑張ってくれた、えじゃあ、パフォーマーの中から、今日はですね、シリス、エビス中学の、エビ中のみんなの曲をですね、かけようかなと思います。ということで、今回はね、あの、オープニングということで、 ね、あのー、イベントの、あのー、オープニングアクトで出てくれたんですけど、あのー、一応、今回、まあ、毎回そうなんですけど、あのー、ゲストの方、まあ、ね、初対面の方もいたりとかもするので、あのー、楽屋に入られましたよ。まあ、入り時間みんなほら、出番によって違うので、で、入れれましたよってインフォメーションもらったら、えー、一通り皆さんのところにご挨拶にこちら側から行って、ありがとうございますと。ね、今日頑張ってください、みたいなことを。 ね、あの話しに行くんですけど、学園に伺った時に、もうすでに、あの、今回あの、まあ、これからね、オンエアとかもちょこちょこあるかと思うんで、もしよかったらと思うんですけども、あの、稲妻ロックフェスっていうところからなのかなうん。稲妻っていうね、まあ、その雷から、あの、みんなそれぞれの色の全身タイツ。<laughs> で、虎のパンツみたいなのがいて、<laughs> すっげえ、<laughs> なんかね、なんだろうな、あの、コーンっていうかさ、道路とかにさ、カラーコーンみたいなぐらいの大きさの、なんか三角の帽子みたいなのを被った、もじゃもじゃヘアの女の子たちがいて、<laughs> あれ <laughs> これ、エビチュかなと思って、<laughs> 多分、雷様だったんだよね。うん。雷様に <laughs>、からインスパイアされて。 <laughs> それでこうパフォーマンスを行うっていうですね。嬉しいんだけど、なんかまあ、今日にかけてくれてるんだなっていうね、その思い、なんか嬉しいなと。うん。なんかそういうのいいよね。なんていうんですか。イベントだし、フェスだし、でみんなでこうやっぱりね、なんかいろいろ考えて出し物ね、やっぱりこう本当に、こうやってイベントを楽しもうとしてくれてるところが素晴らしいなと思って。いい子たちですよ、本当に。まあでも本当にあの、次はまた、 ね今年のメインに出てくれてましたけど、ユニゾンとか、ユニゾンスクエアガーデンとかは、第1回の初回でね、オープニングやってくれて、まあ、この記念の5回目の時にはメインでね、やっぱり出てくれたりとかしてるんで、今度はね、また、それこそ、ね、ちょっとして、あの、エビチのみんなもですね、メインで、ね、パフォーマンスしてくれるようなことがあったらいいなと思ったりとかしてますんで、ぜひね、そんな気持ちも、応援の気持ちも込めまして、えー、この曲かけたいと思います。私立エビス中学で手をつなごう